このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前悌子の3人が秋田市中心市街地の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回はフアリズム専修松下茶寮にお邪魔します。でもこのさ、あのミルハス周辺、すごいね、散歩コースで。あれビール飲んだ？ん風呂入った誰か今。お風呂入った誰か今。でミルハス周辺、すごいね、散歩コースで。なんか温泉入って使った時のみたいな声が聞こえたんです。お風呂。温泉？わあ待って。うん。うまいね。うん。お風呂入ってるみたいな感じ。よいしょ。おい。うん。はあ、うまかった。あ、これもったいないな。よいしょ。はい。はあ、フレンチとかいけないね。うまい。もう。ねえ、あ、まだめちゃめちゃ、あとね、お皿にね、うん、結構ポタポタポタって落っこってるのがね、うん、またもったいなくてね美味しかった。いや、素晴らしい。でもなんかもう作った人も喜ぶぐらい、うん、そうですね、全部、全部先から本当に完食、本当に完食。いや、でもね、お、ほら、こういうところもちょいってか、うん、うまいね。え、わあ、美味しかった。てぃちゃんはお酒も飲むの？飲めるけど、一生飲まなくても大丈夫ですね。お菓子食べるなって言われたら無理ですっていう感じで、お酒はいいっすよっていう感じで。あ、そうなんだ。甘いものは、まあ、甘いものはちょっと食べるなって言われると、いや美味しかったな。家だったら多分ね、お皿ベラってやるかもしれない。ここは美味しかったな。家じゃなくてよかったね。じゃあね、今ね、店。いや、マジで美味しかった。いや、うまかったね。うん。次、皆さん、はい、かき氷は何回目なんですか？私食べてないけど。ソフトクリームも、うん、でも3回目ぐらいかな。なんかイベントとか行って出店とか出てるじゃない、うん、で司会とかしてさせてもらってると、うん、美味しそうって思ってて、うん、で終わった途端に行こうとしたらもう閉まってたりとか、はい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 、ありますね。とかもう数量限定でそうない、終わっちゃいましたみたいな。すごいその欲が満たされた。本当に、私は今年初かき氷かもしれない。初？お店で食べるのは、あのコンビニとかでね、アイスでかき氷とか食べましたけど、お店のかき氷、今年初でこんな美味しいの食べられるなんて幸せです。次回も3人が街を盛り上げます。